どうも、皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。続きやっていきましょう。すいません、突然お願いしたりして。ああ、いいよいいよ。さっき話を聞かせてもらったからね。おお、そう言っていただけると助かります。イザエモの横でポーズをとってもらえますか。でも私なんかでいいのかね。もっと美人さんを連れてきた方が写真映えするだろうに。老若男女人気あるのはゆるキャラの特徴ですから。そういうことなら仕方ないね。あの何を出してるんですか。全国デビューだからね。こんな時のために用意したタキシードに着替えるよ。黄色のタキシード、さすがにそれは。感動した。素晴らしいセンスです。マジで。いざ、いっざっざっざ。そうそう、このままジャグリングを続けてくれ。洗練された動きですね。特訓したとはいえ無駄が一つもありません。部長さんも身代わりを務めていましたけど、やはり練習されたんですか。痛かった。はい。何が。痛かった痛かった。すみません、聞いてはいけないことを聞いてしまいました。そうだね。はい、イザエモンだ。ねえねえ、いつものあれやってよ。あれ見てた。写真撮りにくいな。いいじゃないですか。子供と戯れる姿も人気が出ると思いますよ。そういえば一番の新車でしたよね。すっかり忘れていました。じゃあ気合い入れて特別な一枚をゲット。あ、こら、一緒にデジタルカメラを撮るんじゃない。やっぱりここは賑やかですね。どうだ結局。一通りは撮りましたね。うん、私の作戦も順調に進行中だよ。あんまりやりすぎないでくださいね。善処する。稲上市での撮影会を終えて今は帰宅中。今日はあちこちを回ったので着替えるタイミングがなく、はるかは家に戻ることになった。部長の工作で知名度が上がった可能性もあるので、子供の中の人がいると知られないようにトムを外していない。これで知名度も上がるんでしょうか。あ、俺も気になりますね。今の反応はどうですか。もしかしてもう全国規模になってたりして。さすがは部長さんですね。いやいやいや、いくらなんでも楽観的すぎますって。私の工作は完璧だよ。その可能性は十分にあり得る。部長も得意分野だけあって自信満々だ。俺としては最初から心配でならないんだけど。じゃあ俺が調べてみますよ。いいですか。いいよ。ワクワク、ドキドキ。どんな風に書かれているんでしょうか。私の姿が撮られていないか心配ですね。今頃は大勢のユーザーに拡散されているはず。さりげない面白ゆるキャラアピールに。ステマオツって書かれています。あ、固まってしまいました。珍しくやる気を出していましたし、よほど自信があったんでしょうね。ねえねえ、ステマって何。ステルスマーケティング。仕掛け人の存在や意図を消費者に悟られないような手法によって行う宣伝活動。一般人を装った関係者がさりげなく商品を宣伝する手法です。言っちゃったよ。要は自作自演ですね。よくわかんない。作詞作に溺れるってことだ。余計にわかんない。部長の頭の良さでも人の心までは読み切れない。ステマオツのコメントは冗談半分だけど、思ったよりも拡散していないようだ。徘徊情報と気候だけじゃ数時間でインターネットのユーザーを引きつける力はなさそうだ。この調子だと今日は期待できそうにありませんね。あ、でもまだ始めたばかりですからね。一日やそこらで結果なんて出せませんし、このまま。私の作戦が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 
私の作戦が、私の作戦が。怖いのでやめてください。作戦は現在進行中だけど、現状で失敗する可能性が高い。カヤネには経過報告しないといけないけど、今日はやめといた方がいいかな。頑張ったのに。こればかりはどうしようもありませんね。サイリさんの言う通りですよ。部長も一度失敗したぐらいで落ち込まないでください。今後の対策はまた明日考えましょうよ。日を置いたら情報も拡散してるかもしれませんしね。うん、分かった。部長も納得してくれたところで改めてキロに。あー、やっぱりここにいたと、そこに伊沢も指さす女の子が現れた。まだ小さな子供なのにスマホを一人で普通に使っている。 SNS で書いてたのって本当だったんだ。伊沢もんがあちこちにいる。行くぞ。しかも普通にカメラで撮りまくってる。最近の子供って普通にスマホを使えるんだな。今の発言おじさんっぽい。え、今の子供にとってはマストアイテムですよ。いや、変わったな時代は。本当に変わりましたね。思いますよ。初めても携帯使ったのが高校だからね。ポーズして。いざいざ。宣伝効果はゼロじゃなさそうだ。あの子も拡散してくれるかもしれないし、これからの広がりにも期待しておこう。だね、イザエモン。バイバイ。子供はひとしきりに写真を撮って満足したようだ。スマホをしまうとそのまま手を振りながら去っていく。子供って無邪気でいいね。憎たらしいのも多いけどな、はるかの周りには不思議と集まらないんだよな。人徳ですね。そうなのかな。僕にはよくわかんないけど。はるか、何をして。突然全力で走り出したはるか。一瞬何をしてるのかわからなかったけど、その視線の先には猛スピードの車が一台いた。くっ、嘘だろ。道の真ん中の子供の存在に気づいていないのか、ブレーキをかける気配はない。子供もワンテンポ遅れて反応したものの、時すでに遅く。椅子の脇に避けるよりも早く車の距離を縮めて。え、直前に気づき、タイヤを削りながらの急ブレーキ音が響く。それでも短い距離で止まるわけがなく、子供もまた体をすくめるばかりで。俺たちの中で誰よりも早く気づいた遥は必死に走り、手を伸ばそうとする。もしも間に合わなければ大惨事になる。その事実は誰の目にも明らかだった。そして、え、ハルカ、大丈夫か。俺たちは一泊置いてハルカの元にたどり着いた。初めて間近で見た交通事故に冷や汗をかいたものの、幸いなことに怪我はなく。ギリギリ間に合ったかな。ハルカの胸に抱かれているのはさっきの子供だ。ギリギリで自分の元に引き寄せたので最悪の事態は免れた。その拍子に転んだものの、着ぐるみのおかげで怪我はしていないようだ。ああ、でも着ぐるみがボロボロになっちゃった。何を言うんですか。はるかさんが無事ならいいんですよ。うん、物は直したらいいだけだよ。俺たちは二人の無事を確認し、ほっと一息。あ、そうだ、車の人は。車の存在を思い出して急いで中の人が大丈夫なのか調べる。エアバッグで顔が埋まっていて分かりにくいけど、もぞもぞ動いてるので意識はあるだろう。本当、心臓が止まるかと思った。よく見れば前では危ない目にあった車と似ている。さすがに同じ車かわからないけど、もしもそうならいつもこんな運転をしてたんだな。だけど乱暴な運転をするには同情心もわからないな。怪我人が出なかったことは一安心だけど、運転手には警察にお気を据えてもらおう。ゆうやさん、運転手の方は大丈夫っぽいです。今すぐ警察救急に電話しましょう。じゃあ私は市役所に連絡する。あ、そうですね、伊沢もがここにいますから念のためにお願いします。事故の音を聞いてか、あちこちから野獣馬が集まってきた。伊沢も近くにいるため、注目度も無駄に上がっている。必要ない時に人が集まっても困るな。仕方ありませんね。野獣馬とはそういうものですから。そこは理解しちゃうんですけど、当事者になると結構鬱陶しいものなんですね。悩ましい限りですね。予定外のトラブルだ。救急車が来るまでこのまま待たないといけないし、その後は多分警察の事情聴取に付き合わないといけない。
かや姉が来るかもしれないし、いつ帰るのか微妙だ。明日も授業があるっていうのにどうなることやら。ま、あの子は無事だったからいいか。自分の身に何が起こったのか分からず呆然としてる女の子、その目が潤んでいく様を見ながら次に起こる出来事を予想するのだった。さあ次回に行きましょう。楽しみに。最後までご視聴いただきありがとうございました。気に入っていただければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。明日の動画でお会いしましょう。うかでした。レイでした。またね。またな。